宮内秀樹は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、農林水産副大臣、元国土交通大臣政務官。愛媛県松山市生まれ。父は、松山市役所の職員。まさ町立岡田小学校、愛媛大学教育学部附属中学校、愛媛県立松山東高等学校卒業後、慶応義塾大学進学を志望するが必ず、 青山学院大学経営学部に入学。大学在学中は、音提供すずめの講座名で、落語研究会に所属し、同会の第23代会長も務めた。大学4年時に自ら望んで留年し、アメリカ合衆国へ放浪の旅に出た。帰国後、塩崎淳衆議院議員の指定に住み込み、秘書を務める。その後、塩崎淳の選挙区を引き継いだ長男。 安久の秘書や自由民主党衆議院議員の渡辺智義の秘書を務めた。2012年の第46回衆議院議員総選挙にかつて秘書を務めた渡辺智義の選出選挙区だった福岡4区から自民党公認で出馬。日本維新の会新人の河野正美や民主党から日本未来の党に倶え替えした小賀継承らを破り、初当選した。 2014年の第47回衆議院議員総選挙でも福岡4区から自民党公認で出馬し、再選。2015年、第3次安倍第1次改造内閣で国土交通大臣政務官に任命された。2016年1月7日、2回派に入会。2017年、第48回衆議院議員総選挙に福岡4区から自民党公認で出馬し、 参戦。2020年、中央自動車道で、中日本高速道路株式会社が進める、耐震補強工事の手抜き工事事件をめぐり、施行を行った大島産業をかばい、トラブルの際は自ら国交省の担当者や NEXCO、中日本の担当者を呼び出して話をするなどした、と、週刊文春が報道した。2021年8月、 西村康都市経済再生省が新型コロナウイルス対策をめぐり、お盆の時期の規制などを控えるよう、呼びかけを徹底している中、区内はお盆休み中に選挙区へ里帰りし、地元有権者に選考代として100円を渡したことを、デイリー新庁が報道した。選考代を配ると、公職選挙法に抵触するから、選考そのものを配るようになった。にもかかわらず、 現金に戻したのだから意味がわからない。今回は100円とはいえ、公職選挙法に抵触するはずであるとデイリー新調は報じた。ありがとうございます。